皆様、こんにちは。Max です。今日の話は、アメリカの移民問題です。大変ですよ。あの、そうですね。今、バイデン政権もだんだん3年ぐらいになってますから、この3年間で、あの、うん、まあ600万、他のところで700万ぐらいの不法滞在の移民。まあ、移民で、あの、ちゃんとの申し込みしてる、ビザ申し込みしてるとそれではなく、 南国境から川を渡って、そのままにアメリカに入っている。実は本当に分かってません。本当に分かってません。で、バイデン政権が最近新しい計画があるんですよ。もうそういうニューヨーク3リーとかシカゴとかなんかね、場所ないんですよ。いろいろ場所もないあの。昔の軍基地とか入れてるけど、その近所の人たちみんな、あのやだやだやだ、デモをやってます。 シカゴで学校の方もさ、昔の学校で入れてると入れてるとかなんか、やれやれやれ、それであの、もうデモもなってます。どこにいるどこに入れるとかなんかね、これからバイデン政権でニューヨーク、ニュージャージー州の地方で4つの国際空港に入れる。空港そう。そのままロビーで寝るんですよ。実は今シカゴもそうなってます。シカゴのオヘア国際空港、今写真出せます。 その写真で、普通の人、これ乗客、もう歩いてると、これから行に乗ると、もう寝てるの、毛布持てて寝てるの、これが、その移民、その移民と、あと、ホームレス。もう24時間ですからね、アメリカの空港。で、それで24時間暖かいところにいるから、ホームレスもそっちに来る。しかも、ちなみに、冬は、まあ、マイナス20ぐらい。私、シカオコマイナスすから、よく覚えてますから。ニューヨークスリも同じぐらいに当たりますよ。 こういう意味にどうするとかなんか本当にね、大きい大きい大きな問題。で、アメリカ人にどうかならないんですよ。ていうか、今ね、アメリカに聞いて、あの、だん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 いろいろ仕事してちょっと盛り上がって上があの、上がって、英語を覚えるとかなんかね、これからの人たちはどうするでしょう。突然いっぱいありすぎ。ありすぎですよ。 で、あの、何にもできないんですよ。でも民主党で考えている、すぐアメリカ市民に、市民権を上げると、あの、それで民主党永遠に支持するんじゃないかな。いやー、どうでしょう。基本的に、南の、あの、中米と南米の人たちですから、結構保守的ですよ。特に LGBT 問題とかなんかね。 あの、宗教が大切にしていると、アメリカ民主党は間違ってると思いますよ、これね。もう一つ大きな問題もあるんですよ。あの、皆さん知ってるように、あの、私、越境3.0のカズさん、石田和也さんと一緒に、あの、ハマス、イスラエルの戦争のこと話ししてますよ。結構入ってるみたい。メキシコにいるんですよ。知ってますよ。ハマスがメキシコにいる。で、それアメリカに入ってるでしょう。 でそれで、あの、ある時どこかで、アメリカで、テロを行う可能性も大いんですよ。もう、これが問題は分かってない。最近、何人の怪しい人の、シリア人とか、なんか、イラン人とか捕まってる何人もいるけれど、国捕まってないのほう結構あるよ。そのまま砂漠を渡って、アメリカの超田舎中のところで、アメリカに入ると自由。あと、バイデン政権捕まっても、はい、すぐ自由にします。 これは大きい問題ですよ。本当に大きい問題ですよ。ねえ。それとお知らせがあります。来月、12月、12月10日、日曜日、あの、文京区、区民センターで、あの、私、タイムズズィさん、タイムズズィさんと一緒に話し,します。で、これ14時から、あの、今日ここの YouTube の概要の中で、その案内に載ってますから、皆さん、 時間ありましたら、ぜひ、聞いてください。今日はここまでです。ね LIKE ボタンを押して、そして、登録してくださいね。よろしくお願いします。